想像もしたくないよ。でもよ、女の方は美人かもしれないぜ。たく、のんきなもんだぜ。さてと、俺はもう上がりだ。じゃあな、せいぜいゴリラみたいないかつい女に気をつけな。わかんねえぞ。細っこくても荒ごとはできるだろ。ま、見たら画像送ってやるよ。じゃ、お疲れ。おう、お疲れさん。そっちはこれから頑張んな。誰もいなくなった。行くよ。あっ、何？あの、どうしたの？ジョー君、捕まったらシーナたちどうなっちゃうのかな。え？やっぱり離れ離れになっちゃうの？どうなんだろう。ねえジョー君。それはそのどう答えるのがいいのかな。こんな時に気休めを言っても仕方ないね。多分離れ離れになる。下手したらもう二度と会えなくなるかも。そんなの嫌だよ。嫌って言われても僕にはどうすることもできないし。とにかくこんなわけのわからない場所からはさっさと逃げ出そう。うん、そうすればずっとずっと一緒にいられるもんね。ああ。僕は君と離れたくないって思えないのに。変なこと聞いたからごめん、ごめんね。そうじゃないんだ。さっきからちょっと変なんだよ。まぶしい。お前たち、そこを動くな。ジョー君。しまった。いつの間に。早く逃げよう。待て。 HM プラント付近で捜索中の2人組発見。繰り返す、 HM プラント付近で。なんでお前は。やめろ。今の声何。いいから早く、こっちだよ。ジョー君、もう少しだから。今度こそ一緒に逃げようね。
ここまで来れば大丈夫かな。ねえジョー君、この中に隠れられないかな。え、どこに。なんだろう、ここ。中から何も聞こえてこないけど。人は、いなさそうだね。うん。静かすぎて逆に不気味だ。もしかして怖いの？別にそういうわけじゃ。本当に？ちょっと怖いかも。かくれんぼしてた時もそうだったね。ジョー君、暗いとこだとよく怖がってた。うん、そうだったかな。じゃあここは通り過ぎた方がいいかな。うん。あっちだとここより明るいよ。ジョー君、急ごう。あ、ちょっと待って。ん？やっぱり少し休んでいこうか。え、でも。君もだいぶ疲れてるでしょ。うん。ちょっと足が痛くて休みたいなって思ってた。僕もなんだ。じゃあ決まりだね。じゃあ行こうか。うん。こちらです。旧居住区の方に行った形跡があります。また来たよ。隠れよう。どこに潜んでいるかわからないわ。くれぐれも気をつけて。了解しました。さあ、いるんでしょ。出てらっしゃい。ねえ、あの女の人って。しっ、今は黙ってて声を出しちゃダメだ。うん、ジョー君の言う通りにする。伊達君、聞こえる？人が隠れられそうな場所はしらみつぶしに探すのよ。いいわね。ここはダメだ。シーナ、もう少し走れる？まだちょっとだけ平気だよ。じゃあ、こっちを急いで。あの人たち、こっちに。一旦中へ入ろう。え、でもそれじゃ捕まっちゃうんじゃ。このまま行っても追いつかれるし、少しは時間が稼げると思うし。うん、そうかもしれないね。じゃあ行くよ。うん。
この中にも何かあるみたいだ。あ、あっちにも通路が続いてるよ。え、あ、あ、また同じ扉があったよ、ジョー君。おお。ねえねえ、見て。椅子がいっぱい。入ってみよっか。うん。変わった場所だね。劇場みたいだけど。ということは、さっきのあの広い空間はロビーだったのかな。使われなくなって随分経ってるみたいだね。すごく静か。なんだか時間が止まってるみたい。不思議な感じ。シーナ、段差になってるけど、音を立てずにゆっくりね。うん、気をつける。だけど、ここ…あ、どうしたの？急に床が抜けちゃって。大丈夫？怪我してない？うん、大丈夫。ごめんなさい、気づかれちゃったかな。それは、わからないけど。大丈夫、誰も来ないみたい。それにここ、無人みたいだ。よかった、気をつけるね。長い間使われてないのかな。なんだか埃臭い。ねえ、ショウ君。ん？どうかしたの？多分なんだけどね、あのね、シーナ、この場所へ来たことがあるような気がするの。え？それって、いつ？つい最近？わからない。でも、誰かと一緒に。この埃っぽい匂い、前に嗅いだ気がして。それに何をしに来たのかな。誰かと一緒にって、もしかしてあの白衣の人じゃ。え、あの人と。どうなのかな。わからない、ごめんね。それじゃあ誰と一緒だったんだろう。もしかしたらジョー君だったのかな。え、僕？それはないよ。だって僕、ここに来たの初めてだと思うし。そっか。あ、見て、あれ、足跡。え、どこどこ。暗くてよく見えないよ。そこ、シーナのすぐ後ろ。どうしたの。あ、いや、ちょっと。
ジョー君、あれ追いかけてみようよ。待って、それはやめよう。え、どうして？誰かいたら危ないよ。ねえ、あの足跡、誰の足跡だかわかる？わからない。この場所に見覚えがあるだけだから。じゃあ、あの足跡は誰の？頭が痛い。この建物に逃げ込んだのかもしれないわ。手分けして探して。あ、ねえ、ジョー君。わかってるよ。足跡があるわ。この先よ。あ、早く追いつかれちゃう。こっちだ。急ごう。気をつけて。暗闇に乗じて襲ってくるかもしれないわ。はい。足跡がありますね。こっちにもあります。こちらは出て行ったような足跡です。こちらは入ってきたように見えますね。じゃあこっちから入って U 字に回り込んで、そちらから出て行ったということかしら。どこかに隠れようとして慌てて出て行ったんでしょうか。そうかもしれないわ。この周囲を探すのよ。半分は旧住宅街に回って。了解しました。私たちも行くわよ。はい。足跡のおかげで助かったね。なんとかね。戻ってくる前に逃げなきゃ。うん。うわっ。何今の音。ごめん。大丈夫よ。あそこ。え？あれは楽屋って書いてあるよ。あそこからきっと裏に出られるんだ。行こう。あの明かりに向かって走るよ。いいね。うん、分かった。奥の方へ逃げたぞ。早く急いで。もう少しだと思う。
もう少し。あ、明かりが大きくなってきた。ここは、さっきの場所かな。ごめん、本当にごめんよ。ううん、謝ることなんてないよ。ジョー君は一生懸命頑張ったもの。もうダメだよ、体力的にも精神的にも。さっきの人たち元の場所に戻ったなんて思わないだろうから、逆に良かったかもしれないでしょ。警察ってそんなに甘いかな。多分もう逃げられないよ。おとなしく捕まろう。大丈夫だよジョー君、心配いらないよ。まだ捕まってないよ、逃げられるよね。わからない。ねえ。なに、ジョー君。君は、一体、誰なんだい？え？シーナは、シーナだよ。ジョー君、急に変なこと言わないでよ。うっ、僕が言いたいのはそうじゃない。なに、ジョー君。僕は、知らない。シーナなんて女の子に会ったことはないんだ。痛いよ。それなのに、なんで君は僕のことを知ってるんだ。ジョー君、何を言ってるのかわからないよ。自分が無茶苦茶していたくせに、それを忘れたり、僕まで逃げることになっちゃったり。やめて、ジョー君、お願い。シーナ、一体君は誰なんだ。なんで君は僕の前に現れたんだ。いや、僕の方こそ誰なんだ。シーナ、二人とも観念しなさい。逃げ道はすべて封鎖したわ。くっ、眩しい。この工場から逃げることは不可能よ。おとなしく投降しなさい。ジョー君、ジョー君、しっかりして。シーナ、ごめん、もう逃げられないよ。おとなしく捕まろう。お願いだからしっかりして。一緒に逃げようって約束したでしょ。そんなこと言っても、この状況じゃ。手荒になっても構わないから、総員で確保に当たるわよ。ジョー君、早く早く。あ、うん。
ダメです、我々では中に入れません。先回りするのよ。この排気管がどこに繋がっているかすぐに調べて。よかった、これで少しは時間稼ぎになる。ずいぶん狭いね。ジョー君、気をつけて。うん。謝って済むことじゃないけど、さっきはごめんね。さっきって諦めちゃったこと？それもあるけど、シーナを傷つけようとしたこと、自分でもどうかしてたよ。本当にごめん。ううん、シーナは気にしてないよ。でも